どうもこんにちは、ザワチャンネルです。いや、先週末はですね、特別国体、長崎県予選、あのね、レースを見るがてら、ちょっと長崎市内の方にね、ちょっと観光にも、行かさせていただいて、いや本当長崎市内っていうのが多分僕中学校の時の修学旅行以来じゃないかなっていうぐらいね、本当30年ぶりぐらいに長崎市内行ったんですけれども、いろいろ観光して楽しまさせていただきまして、そしてその翌日、川原選手、そして牟田選手がね出場する5000m、あちらのレースをね見させていただいて、まあ、動画の方上がってますんで、ぜひとも見ていただきたいなとは思うんですけれども、そうですよね、北連ディスタンスも終了いたしまして、そしてアジア選手権も終了で、先週末を盛り上げた、ヒューステンゾルダーライトオブアスレチックス、あちらの方もね、終了いたしまして、まあ、7月ちょっと一段落トラックレースついたかなっていう、今日この頃だとは思うんですけれども、まあそんな最中に、お送りする今日の動画のテーマ、いや本当にね、これ毎年毎年こういう動画作ってるんですけれども、全中大会、8月にね、愛媛県で行われますこちらの全中大会に出場する参加要件、参加資格、これを得るのがね本当にシビアだ、ということをね、今日テーマに、そして、今期の中学生の有力選手、こちらも紹介しながら今日の動画喋ってみたいなと思います。それでは今日も元気にいってみましょう。Am I safe for walking out on us? Or am I losing? はい、ということでね、まだチャンネル登録されてない方いらっしゃいましたら、ぜひともこの動画を機会にポチリと登録、そして高評価よろしく、お願いいたします。僕と一緒に陸上トークで盛り上がっていきましょう。はい、ということなんですけれども、今日のテーマ、全中大会への参加資格要件がめちゃくちゃシビアだと、いうことをね、もうコンコンとね、今日語らさせていただきたいなと、思います。今ね、全国各地で、この全中大会に出場するための、レースというのがね、まあ、開催されているわけなんですけれども、まあ、大体ね、日本選手権であったり、そして関東インカレであったり、まあ、他の記録会であったりっていうのは、まあ、参加資格、まあ、参加標準記録っていうのがあると思うんですよね。で、大体、まあ、何月何日から、何月何日までの締め切り日までにこのタイムを出せば、まあ、日本選手権であったりそういった大会に、まあ、出場できるっていうのがね、まあ、皆さんも、知っているところだとは思うんですけれども、こちらの全中大会、この全国への切符を得るために中学生たちは何をしなければいけないのか、ここなんですよね。こちらがなんと指定された大会でこのタイムを出さなければいけないと、いうところなんですよね。ただまあぶっちゃけ有効期間っていうのはないんですよ。いくら全中大会に出場できるこの参加標準記録の持ちタイムですよね、これを持っていたとしても、そのレースで、このねタイムを突破できなければ、これ出場することができないんですよ。なので、まあ、過去にはね、やっぱそういった選手もたくさんいるわけなんですよね。まあ、数年前なんかには、全国ランキングトップの選手が、全中大会、蓋を開けてみれば出場できなかったと、いう事例もありますので、そしてやっぱり、大体こういった指定大会っていうのが、7月にあるんですよ。この6月下旬から7月にかけて。まあ、今もね、通信とか、県総体、まあ、言っちゃいましたけれども、この通信、そして、中学総体ですよね、各都道府県の。この2つのレース、いずれかで、この参加標準記録、突破しなければいけない。これがね、全中大会に出場するための、必要要件だと、いうことなんですよね。なので、まあ、今ね、皆さんもね、切々に思ってると思うんですけど、めちゃくちゃ熱いわけじゃないですか。まあ、若干、その競技会といいますかね、レースによっては、その時間を早めたりとか、ちょっと遅くしたりとかっていう配慮はあるとは思うんですけれども、この炎天下の中でね、その中学生がこの参加標準記録を突破を目指して走らなければいけない、これがますますね、この全中大会出場シビアと
言わせるね、また大きなね、要因なんじゃないかなっていう。だから涼しい時にね、パーンと出してやった参加標準記録突破でしたよっていう風にはならないっていうのがね、本当にこの全中大会のハードルの高さでもあり、そしてね、まあ恐ろしさでもあるんじゃないかなという風に思います。そしてやはりね、一回その参加標準記録を突破してしまえば、まあぶっちゃけもうその参加要件っていうのは満たしているわけですから、必ずしもね、全てのレースですよね、その指定大会、その指定大会全てのレースにそういった有力選手が出場するわけじゃないっていうことなんですよね。まあ、よっぽどその総体のタイトルとか通信のタイトルとかを取りたいっていうね、選手がいればまた別なんですけれども、大会によっては、まあ、予選でね、参加標準記録突破してしまえば決勝は、まあ、無理して出ない選手であったりで、かなり、力をセーブして走るっていうね、ケースもあるので、指定大会によってもそのレースによっては一人でね、そのタイムを目指して頑張らなければいけないというケースもあるということなんですよね。さあさあ、そんな中、現在ね、まあ、そういったレース行われておりますけれども、やっぱりね、有力選手たちは早々と、参加標準記録を突破をしてね、全国へのね、出場を決めております。で、今回の、まあ、大注目選手じゃないですけれども、まあ、去年はね、やはり全中大会が福島県であったんですよ。で、中学記録を更新した益子選手とか、もうかなりね、福島県勢が躍動したね、去年の、全中大会だったんですけれども、まあ、今回ですよね、結構今回はね、そう、飛び抜けてるっていう選手がね、まだちょっと出てきていないので、かなり今回の全中大会はね、激戦に、なるんじゃないかなっていうのがね、僕の、予想でもあります。まあ、そんな中で、まあ、一人ね、選手の名前を挙げるとすれば、和歌山県は岩出2中、田中選手。先週、まあ、僕長崎に行ってたんでちょっとこのレース見れなかったんですけれども、ダラの記録会で 1500m なんと3分50秒台、中学歴代3位のタイムをね、叩き出すというね、結果を、残しております。まあ、田中選手はね、もう去年から先輩の今洛南高校に行ってるんですけれども、渡辺選手と一緒にね、もう岩出2中のダブルエースでね、めちゃくちゃ、活躍されていた選手でもあるんですけれども、3分50ですよ。川口選手が、中学記録、そして石田康介選手が、歴代2位ですよね。でその次がこの田中選手なんですけれども、まあ、ぶっちゃけ言うと、まあ、ちょっとこれ聞いた話なんでわからないんですが、石田選手、川口選手っていうのはあの時ペースメーカーがいたんですよね。石田選手は日体大記録会、そして川口選手は屋島の方でね、記録、出したと思うんですけれども、で今回の田中選手っていうのはペースメーカーいなかったと、そういったね、打ち合わせて、まあ、ここまで引っ張っていくからっていうような、選手はちょっといなかったと、まあ、そういった、レース展開の中でラストぶっちぎりですよ、ラストダーンと抜け出して、1500m 中学歴代3位の、記録をね、叩き出したということで、いやこれは本当にね、今北九州のね、北九州市立で女子の陸上部、指導されている太田先生というね、方がいらっしゃるんですけれども、太田先生っていうのはもともと浅川中学校、石田康介選手の指導者でもあったんですよね。で、その先生がおっしゃっていたのは、まあ、3000m の、石田の記録は、超える選手が、まあ、出てくるかもしれないけれども、まあ、中学生でこの3分50を切るっていうのは、まあ、相当な条件が揃わないと、これは厳しいものがあるっていうようなことを言ってたんですよね。それがこの田中選手、まあ、50秒切りはなりませんでしたけれども、ラストね、単独走で3分50まで、レースをね作っているわけですから、この独走力はね、本当に今回の全中大会かなり脅威になるんじゃないかなというふうに思います。まあね、全国各地他にもね強い選手いっぱいいますけれども、兵庫大会、去年ね、新妻ツインズ、新妻旋風でね、去年もこの兵庫県ってのはダーッと盛り上がったんですけれども、去年の通信陸上で、兵庫大会 1500m 12人の選手がね参加標準記録、突破したんですよね。いやすごいじゃないですか、2桁ですよ、1県で2桁ですよ。いや本当すごかったんですけれども、今年蓋を開けてみたら兵庫大会なんと14人ですよ。去年でもって思ったのに、今年はさらにですよね。だから今年の兵庫もね、かなりハイレベル、
そしてやはり関東ではね、千葉県勢ですよね。千葉県も3000メートルは2桁ですよね。参加標準記録を突破している選手。そして僕も、去年ね、練習拠点であります、江戸川の陸上競技場、こちらお邪魔させていただきました。精神ジャック、こちらからもね、これだけの選手が、参加標準記録を突破して、全国大会を決めていると、いうことで、やはりね、大迫選手もね、通ったこの精神ジャック、その伝統とね、そしてその強さっていうのはね、まだ脈々と、受け付けられているんじゃないかなと、いうふうに、思いました。そしてやっぱりね、先ほど田中選手のことをね、ガーッとね熱弁しましたけれども、今回やっぱり一番ね旋風を巻き起こすんじゃないかなっていうふうに予想されるのは女子ですよ。岡山県京山中学校、まあ、去年はね、岡山県といえばドルーリー選手がね、ドラーッと圧倒的な走力で中学タイトルもね、総なめにしましたけれども、今年はね、この岡山県京山中学校の女子が本当大旋風をね、巻き起こすんじゃないかなっていうふうに、思うんですよね。なんと、京山中学校女子、常に4人の選手が、1つの中学校で4人の選手が全中大会のね、出場を決めていると、いうことで、特にね、先日行われました、岡山県選手権で、この京山中学校の選手もね、エントリーしていたんですけれども、 1500m なんと高校生、そして大学生も出場してるんですよ。高校生大学生も出場しているそのレースで、なんと京山中学校3人表彰台独占ですよ。ワンツースリーをね、中学生が占めてしまったと。そして、2年生のね、石原選手がなんと2分10秒台、今季のランキングでも2位ですよね、の好タイムを叩き出していると、いうことで、しかもこれすごいのが、京山中学校 1500m と 800m、 この2種目で参加標準記録を突破しているんですよね。まあ、先ほど紹介した石原選手は、あの指定大会で 800m の記録をね、突破しただけなんですけれども、自己ベスト、その岡山県選手権では 1500m 参加標準記録突破してますからね。持ちタイムではね、もう参加標準記録を突破する力十分に持っているんですよね。それだけの今回ね、戦闘力を、京山中学校がね、全国大会乗り込んでくると、いうことで、さあ果たしてですよ。いや本当ね、今年ちょっと女子も男子もね、まあ、特に男子はかなり、混戦になるんじゃないかなっていうふうにも思いますし、まあ、女子のこの、京山旋風ですよね、これが果たしてどうなるのか、いやこちらね、皆さんも大注目に、行っていただきたいなと思います。まあ、今からね、インターハイもありますし、でその後に、まあ、全中大会という形ではありますけれども、今週末もおそらくね、全国各地でその全中大会に向けた指定大会ですか、通信であったり総体であったりっていうのはね、繰り広げられると思いますので、皆さんぜひぜひ、特にね、参加標準記録を突破していない選手は、まあ、この暑さの中ね、本当に大変だと思いますけれども、全国目指して頑張って、いただきたいなと思います。今年の全中大会も激アツだぜ。今日はこんな感じで、ドワッチャンネルでした。